はいどうもー、はい、楽しみご飯の時間ですよ。今日はね、たくさんありますよ。スーパー作戦でございます。スーパーから買ってきて家で食べるんだから温めりゃいいじゃないのって話もありますけれども、僕は今回あえて原点に変えてというか、スーパー作戦というものは温めないものだということで、温めずにこのようにで見てもわからないですね。いけたってない。エビチリ、こっち餃子、こっちサーモンチーズだったと思います。いただきます。もう一個あります、もう一個ありますよ。麺作りがあります。麺作りでもまだできてません。そのからいきます。いただきます。いただきます。よっしゃ、いいな、よっしゃ、よっしゃ、いただきます。エビチリ丼です。この濃い葉っぱがあったから、あったる麺のやめようって思ったっていうのもあるわけですよ。本当は、のり巻き系もあったんですよ。でも普通の大きい弁当はもうなかった。スタミナ餃子です。おいしい。まあもちろん餃子なんかも自分で作った方が安いんですけれども、できてるの買う、この美味しいし手間もかかりませんし、ありがたいことです。でもこうやって買ったの食べるとまた中華屋さんとか行って食べたくなるし、自分でもたまには作りたいなっていうふうにまたなるわけですよ。ぐる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 回るわけです。もうそろそろ麺いいかな、まだ早いかな、あ、ちょっと早いかな。タレをつけて、あー、いいね、美しいね。うん、ちょっともうちょっと大きい弁当があればね、まあ迷わずそっちを買ったんでしょうけど、サーモンです。うん、チーズ入ってん、あのチーズ美味しい。まるちゃん麺作り、お召し上がりの直前にお入れくださいということでしたので、これもまたちょっと汁少なめでしたけど、またこれ汁少なめにも程がある状態になっちゃいました。またこれ今日も、今日もその可能性あるな、こりゃ。味噌ラーメンも好きだな。味噌ラーメンも好き。僕は。ていうか、まあ全部好き。まあ正直全部好き。嫌いなものはありません。木島くんは。嫌いな食べ物がありませんよ。まだ。今のところは。混ざったかな？この、え？この麺作りの麺が黄色いのよね。これ特徴的だと思います、僕は。混ざったね。さあ、いただきます。はい、美味しい。ああ、美味しい。
あ、反応した。お腹が。ああ、ちょうどいい濃さだ。正解。うん、はい、この感じですよ。麺作りの麺はこんな感じです。ちょうどいい。そしてこのチーズフライ、これチーズ美味しいわ。最近ほんとそういえばですよ、アジフライを食べとらんね、僕は。アジフライを全然食べてない。めくり合わせですね、ほんと。最近買ってこようと思って、こういう惣菜系とか、あとダブルカレーの時とかよくもうチンする作戦やるじゃないですか。あの時のあのもの仲間たちを買いに行く時にアジフライいたら買って食べようかなと思うんだけど、いつもいない、たまたま、なぜか。タイミング合わないんだよ、アジフライと。結構贅沢だな。結構大きいんだな、この餃子。食べ応えがある。このチーズを何とかして、ちょっと待ってくださいね、切りますよ。見ていただこう、ちゃんとチーズが入ってるところを見ていただきましょう。そうそうそう、わかるかな、わかりづらいかな、こんな感じです。わかりづらいか、光ここからか、光はわかんない、まあいいや、ちゃんと入ってます。サーモンフライチーズ、サーモンと、鮭は
同じものなのか、それとも親戚なのか、僕は未だに理解できておりません。マスとか、あそこら辺は親戚でしょう。でもサーモンと鮭、これが分かんない。他人ではないことぐらいは分かってます。ただ同一魚物なのか、親戚なのか、それがいまいち理解できておりません。ただ一つ、島がはっきりと分かっていることはただ一つですよ。サーモン、鮭、両方とも美味しいということです。衣、チーズに対して鮭の割、あ、サーモンの割合がちょっと少ないかなと思ったりもしますけど、でも味が強いから、鮭、あ、サーモン分かんなくなってんね。しっかりと主張してて、物足りなさを感じない、感じさせない。優秀選手賞、よっしゃ。はい、スーパー作戦、まるちゃん麺作り、まるちゃん麺作りも一緒に食べたスーパー作戦、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、また明日。